鏡に挨拶、綺麗に映すよ、うん、おはようございます。お手紙とかここに入ってる。公演が終わるのにずっと眺めたりして、その方々もいらっしゃらなかったらもう大変だ。たまにそういうことを思って全然笑ってる場面なのに泣いてたりとかね。でも緊張してる顔かもしれない。さっきと違うよ。よく覚えてますって私も覚えていて、場所とかも、まあ、どういったところで撮影したかとか、どういう心境だったとかも結構見ました、うん、もう無口だったって言われて、あー確かにそうだったかもしれませんっていう言いましたね、うんうんうん、なんでかな、なんでって言われて、その時はなんかこう、なんだろうな、やっぱりその裸になるっていうことに対してのまだこう戸惑いみたいなのがあって、その仕事に関しても、迷いとかもあった時期だと思うので、始めたばっかりだったんで、もういろんなことを考えながらやってましたね。だから自分の中に秘めてるものもあったんですけど、まだそれを周りに伝えられるほど未熟だったので、ただ単に無口だったので、固くなり心を閉ざして、なんかこう
見せないように自分に自信がなかったのかもしれません。ひたすらちょっと寒かったんですけどでもその寒さゆえに何かこう集中できた点はありました。うん、撮影すごい楽しかったです。すごい久しぶりだったんでグラビア撮影が、うん、緊張しました。